2001年そうなんです。弱々です。夜は強いんですよ。キラッキラしてるなって。あ、来た謎のカメラ。よろしくお願いします。なんだろう、なんか、あ、なんか緊張感があるね。そうですね、僕ら二人だけでね、放たれた感がありますね。まずはそれぞれ自己紹介お願いします。自己紹介しましょう、はい、すごい細かく、高橋文也と申します。2001年の3月12日生まれ。2001年そうなんです。マジ？ごめん、続けて。2001年か。そう、2001年の3月12日生まれ、22歳です。魚座です。 B 型の埼玉県出身です。よろしくお願いします。志尊淳です。1995年3月5日生まれの28歳、魚座 A 型、東京都出身です。はい、誕生日1週間違いだね。魚座一緒です、ね、魚座だね。嬉しいね、はい、なんかさ、はい、なんでだろうね、普段だったら普通に喋るのになんかこんな感じでさ、放たれるとさ、何話したらいいか分かんなくなっちゃう。まあ、こんな白い空間に2人でいると、まあ、緊張しますよね。変な感じしますね。4度目増してぐらいですか。そっか、5度目増して、4、5度目増してぐらいだよ ね、 ですよ ね、 ね。この間ね、ご飯そう連れてっていただいて、いや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 、その時にまあまあ話しました。ちゃんと話したよね。ちゃんと話しましたね。一回やってみますか。一回やってみようよ。じゃあ僕の第一印象はどうでしたか。いや、ふみやくんの第一印象はキラッキラしてるなって。めちゃくちゃキラキラしてるな。もうそれがもう第一印象かな。本当ですか。あとやっぱこうやってさ、取材とか仕事していく中で、はい、今22でしょ。22です。22でこうやってじゃあこう質問でこう聞かれたことをこう自分の中で落とし込んで話すって多分結構大変だと思うけど、うん、スラスラ出てくるし、なんかすげえ落ち着いてて、まあ、自分の22の時考えるとなんか恥ずかしくなってる。いやいやいや、落ち着き。だから逆に昔志尊さんと会った時は、うん、なんか韓国で一緒にお仕事させていただいたんですけど、あの時に透明見て、あ、孫さんだって思った時になんか落ち着きすぎるのと、なんかオーラをまとってたから。いやそんなことないでしょ。わかっけーと思ってました。いや、え、どこで会ったっけ。ホテルのロビーで会いました。そうだね、はい、そこで話したんで、ご挨拶させていただいて。あ、そうだそうだそうだ、そうだ、本当に始めました。そっからだよね、あの時で。でもなんかこうすごい質問とかを、うん、その初めて会った日もそうですし、うんうんうん、この間ご飯行った時も割とこういう質問も、ね、俺めっちゃ聞いてたもんね。本当にインタビューされてるけど僕もちゃんと聞き返して割とお互いのことをちゃんと知ろうとしてくれてるなっていう。いや、いや、なんかやっぱこのさ作品ってさ、やっぱここ二人がどう惹かれ合ってとかさ、やっぱそこってすごく大事だと思ってて、だからパーソナルもっと知った方がいいなと思って、うん、あとやっぱ俺今まで、はい、いろんな作品やって後輩って立場をずっとやってきたから、そうそう、今度年下のふみやくんとやるってなった時になんかこう先輩しなきゃみたいなそう、だからすごい不器用かもしれないけど、そこは許して。いやいやいや、思いっきりじゃあ僕も不器用に甘えようと。僕はでもずっと下なんで、うん、甘えるタイプなの。僕まあ末っ子なので。ああ、そっかそっか。兄貴が2人いて、あ、それこそ本当に孫さんと年が本当に近くて。あ、そうなんだ。だからなんかお兄ちゃんみたいな感じで、うん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 、お前させてもらってます。もちろん今ももちろん、はい、お願いします。ありがとうございます。そしてですね、あ、共演するにあたって知っておいた方がいい取扱説明書はあり説明書はありますか。説明書ってありますかこれ。どういうことだろうね。例えばじゃあ僕だったら、うん、朝眠いですとか。あ、僕も朝はもうこさすって感じで、もう眠い、朝弱い系か。弱々です。あ、夜は強いんですけど。あ、全然問題ないね。ないですか。あ、でも俺それで言うと結構よく言われるのが、はい、笑顔のイメージが強いらしくって、こうじゃあ現場行きます、うん、こう芝居のこととかこう考えてこう真顔になってる時間が長いと、はい、え、昔すごく何かあったのかな、すごい心配されがち。なるほど。
あ、僕はもう基本ヘラヘラしてる。オッケーオッケー、ヘラヘラしててヘラヘラしてて、そこで中和させます、うん、そうしよう、はい。休日は何をしていますか？休日は何してるんですかね。ボーリング好きなんだよね。そうなんですよ。だからボーリングやりに行ったりもするわけでしょ。あ、ボーリングやりに行ったりもしますね。だからもう結構休みの逆にこうバーってスケジュールを、割と友達と遊ぶ時も何時にこう何々して、何時に何々して、何時に詰め込むタイプだ。何時ぐらいにご飯食べて、何時までにここ行ってみたいなのをやる、まあ大まかにですけど、うんうん、やったりするくせに、逆に自分がだらってする時は本当に起きたらもうすぐ日暮れるなくらいの時もありますし、まあでもそういう日があっていいよね。そうですね、そこで割とバランス取ってる感じです。何してるんですか？何してんだろう、休みの日。家ですか、外ですか？いや、なんか自分から誰かを誘って出かけるとかあんましなくって、けど友達から何してんのとか連絡来たら結構フットワーク軽く行くタイプだから、うん、本当に予定なくて暇だなって思ったら、まあ、家族に会いに行くかな。うーん、あ、来た謎のカメラ。なんか聞きたいことあったら、はい、聞きたいこと。何をしている時間が一番幸せですか？美味しいご飯食べてる時ですか、ね、言ってたね、はい、本当にもう夜、例えば1週間後に美味しいご飯食べる予定があるだけでも幸せですし、マジでその日はもう、それこそご飯行く時は、うん、マジでその日何が起きても起こんないんじゃないかと思いました。マジで、はい、美味しかった。美味しかった。もうね、あのね、本当ふみやくんが、まあ、お寿司を食べに行ったら、はい、行きましたね。一貫一貫のリアクションがマジで可愛くてなんかもう食わせたくなる。へぇ、うん、いくらでも食わせてくれた。本当に好きなんだ、まあ、魚大好きなんで。あ、そうなんだ、はい、魚は最近マジでよく食べますね。へぇ、もう肉より魚です。刺身とか珍しいね。刺身とか焼肉とかあんま行かない。あんま行かないですね。何食べます？珍しいね。最近逆に一番肉、肉、俺もめっちゃ肉、むしろ魚あんま食べないタイプ。へぇ、逆にですか？もう肉みたいな感じ。あれ筋トレしてんじゃんけ。そうそうそう。あ、だからまあ肉、タンパク質取って。そう、鳥ですか、それは。メインは鳥。タンパク質って鳥が一番多いですもんね。そうだね、鳥も食べるし豚も食べるし、まあ、牛は減らさなきゃいけないなって感じ。油ですか、うん、へえ。そんな俺も詳しくないけど。あ、そうなんですか僕もあんま詳しくない、タンパク質分含有量に関しては。このドラマ期間中、はい、成し遂げたいことありますか？目つぶってシャトー向きとか。シャトー向きって何？シュッ、目つぶってやめた方がいいよ。ただもうそんぐらいありえないぐらいの方がいいから。あ、確かに、はい、確かに僕できなかったんです、高校生の時。やったんですけど、目つぶってシャトー向き、目つぶってこうやってやったんですけど、うん、普通に手切っちゃって、うん、それはそうでしょ。できるようになりたいです。あ、でもそれいいかもね、はい、それができるようになったらなんかそういうシーンできそうじゃない、なんか考えてる時にこうやってシャトー向きして、めっちゃかっこよくないですか？かっこいいとか。あ、俺も目つぶってシャトー向きやろうか。目つぶってシャトー向きやります危なすぎるだろっていう。何やりたいですか、成し遂げたいこと、このドラマ中に、はい、なんだろう、具材をちゃんと切れるようになりたい。いやいや、切れます、切れてます。いや、でもさ、あの練習してるじゃん、はい、料理で、はい、しますね、なんか3ミリから少しでも広くなったり狭くなったりしたらダメみたいなのあるじゃん。言われましたね。マジでみたいな。マジでですよね、うん、でもマジらしいですね、あれマジらしいね、やっぱりあんぐらい。なんかちょっとでもダメだったらもうこれ使えないから、そのミキサーに使うような具材に変えるわけでしょ、はいはい、そうです。料理人っぽくぽくなりたい。あ、だけ重い、変わろうか。いいですか、ちなみに、ま、マジでまあ重いです。重いね、結構。今一番気になってることは何ですか？今一番気になってることか、ある？なんか、あ、なんて呼ぼうかなくらいです。あ、俺のこと？そうさんのこと。いや、シソンさんはやめようぜ。そうなんですよ、シソンさんやめよう。そうなんですよ、まあ、あれですけど、うん、これ、どうでもいい話していい？はい、いいですよ。なんか、シソン、ソンさんじゃん、はい、シソンさんじゃん、はい、多分、シソンってもう言った時点でさんを言った気に多分なるのよ。で、はい、それです。で、俺よく取材とかで気まずいのが、あの、シソンはどう、あ、シソンさんはどう思いますかってすごい言われるんだけど、全然いいのよ、シソンで、うん、なんて呼ばれることが多いですか？年下にってこと、はい、あ、でもジュン君が多いかな。ジュン君いいですね、うん、かっこいい。かっこいいか、ジュン君今の顔撮れてたから、ね、すげえ可愛かった。ジュン君かっこいいっていう。ジュン君、ジュン君、フミヤだな、じゃあな。
そうですね、うん、はい、フミヤって呼ばれることが多いが多いですね。もうじゃあこのフェルマーの料理で楽しみなこと、はい、フェルマーの料理で楽しみなことが、はい、ありますか。例えばなんか僕は、うん、僕はやっぱコック服で芝居できることが死ぬほど嬉しいんですよ。そうだよね、もう調理師免許持ってんだもんね、はい、だから本当にこの芸能の道を目指した時に高校生でシェフを目指した自分に唯一胸を張って見せれる姿は料理のコック服で芝居しているところを見せたら、その夢を相当追いかけて途中で辞めちゃったんで、そうだよね、そこにやっとこう胸を張れるなって思ってずっと言ってたんで。え、じゃあちなみにさ、この作品のさ、はい、話が来た時はさ、じゃあこのドラマの主役のお話です、はい、うん、料理ものですって言われた時はどんな気持ちだったの。いや、マジでひっくり返りました。へー、ずっとやりたかったんだ。やりたくてやりたくて、まあちょこちょ こうお芝居の中で包丁を握らせてもらったりとかしたんですけど、うんうんうん、やっぱり料理もの、うん、料理人の役をやりたかったので、うんうん、とりあえず母に電話して、でもフェルマーの料理も知ってたんで。あ、そうなんだ。あんまり料理漫画って多くないんで。そっかそっかそっか。だから読んだことはなかったんですけど、うん、知ってたので、えっていうのとともに、そうなんだっていう感じでした。はい、それはいいよね、うん、だってその期間が何も無駄になってないからね。そうです、むしろ活かせるってね、本当にありがたいなと思います。素晴らしいよね。俺は、はい、やっぱお芝居が楽しみかな、うんうん、まあ、もちろん料理はもう大前提でもう普通にこうやんなきゃいけないこととして、やっぱね、俺自分より年下の例えば男の子とかでバディーものとして組んでこうやっていくの初めてなんです、うん、だからすごい楽しみ、どうやって作っていけるかなっていう、うん、でまあやっぱドラマだから長いしさ、ね、どんどん変わってくるだろうし、はい、なんかやっぱそこは、うん、すごい楽しみかな、一番楽しみだと思う。いいですね、頑張ります、よろしくお願いします。じゃあ最後ぐらいで、最後ぐらいで僕一個気になってたのが、お、何何何、役作り会学があるじゃないですか、うんうん、その役作りで何かしてることとか、なんか僕だったら決まった時から本当に収録握ろうって決めたりとか、まあその学で言うとその物理的な役作りをどれこまでやればいいのかなと思って、僕はそうだよね、うんうん、ちょっと華奢のまんま行きたいなと、はい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 、やってるんですけど、はい、ありますか。でもなんか表面的になっちゃうかもしれないけど、まあ、まずはやっぱ俺は体を鍛える。そうですよね、うん、本当になんか会うたびに背中が大きくなって、そうなんだよ、やっぱりその料理人の人たちにこう会ってると、はい、まあ、やっぱみんなやっぱ体が大きいし、やっぱフライパンに握ってるわけじゃん、ありますもんね、そうで、そこは物理的に大きくしよう、ちゃんとした体になろう、うん、っていうのもあったし、うん、まあ、あとはその中身から作っていく、うん、あの貝っていう人物をどれだけ自分が理解できるかってところだから、なんかまあ側の部分じゃなくて結構こう気持ち的、まあもちろん料理は当たり前にやるけど、あとはもう気持ち的にこう自分の中で、あ、こういう風な感じかなってこう徐々に落とし込んでいく感じの方が多いかな。まあまだね、撮影もインしてないしね、本読みもしてないしあれだけど、でもめっちゃもう2人とも映ってなかったんだけど。本当ですか。ずっと見てない。こんなんだって。まあでも、まあ、それは話し合いながらさ、そうですね、作っていけば全然いいと思うからですね、ね、距離感とかも含めて、はい、でも僕も入ったらやろうと思ってるのが、うん、腕立てだけめっちゃしようかな。ああ、ここね、プロテイン飲んで。あ、いいじゃん、やろうよ、一緒にプロテイン飲んで、一緒にやろうよ、大事ですからね、うん、はい、俺いつも朝バナナにプロテインだから大事。バナナ食ってで、プロテイン現場だともう毎回そうだから、真似して。バナナはタンパク質入っちゃうんですか。ミッション失敗。実はこの謎の自撮り棒を渡されてから、じゅんくんにこの3つを言わせなきゃいけないっていうのがあったんですよ。だからニヤニヤしてたんすか、みんな。そう、なんでそんなニヤニヤ、なんか歯にノリでもくっついてんのかなっていうぐらいなんかみんなずっとニヤニヤしてたんですけど。そうなんですよ、いや全然タンパク質って言ってくれなくて、なんかさ、そういえばさ、めちゃくちゃタンパク質にこだわってんだと思ったわけ。そうなんですよ、それタンパク質ありますかとか、バナナタンパク質入ってますかとか。いや、そんなこんな料理するやつが鳥が一番多いなんか知ってるに決まってるじゃないですか。ゆで卵は。そんなガチじゃなかったわ。使った。エフェルマーの料理は言ったよね。言ってました。言いましたよね。はい。でフミヤも言ってて。あ、フミヤって呼ばせようよって、うわうまいな。いやでもマジ呼んでほしかったんで。あ、そうなの。あれはもう台本もらった時点で余裕だったんですよ。そしたら今日タンパク質だけ追加されたんですよ。
最近志尊さん、淳くんが、うん、あのタンパク質ってめちゃくちゃ周りの人に言ってるっていう。あ、これマネージャーだな、これ。そう、マネージャーさんからの、まあ、タレコミと言いますか。くそ。で、ちょっと俺これ逆やりたい今度。あのもう本当忘れた頃の8話ぐらいの YouTube 企画でこれやりたいです。ちょっと悔しいんで。いやでもめっちゃおもろかったです。なんだそんなのがあったんすね。志尊さんがこうやって喋ってるじゃないですか、うん、あの牛肉の話とかして、うん、なんだろうとか言った時めっちゃ僕笑ってますからねマジで言わねえみたいな顔してるだからだよ、もうみんなずっとニヤニヤしてたの。みんな良くないのか、ちゃんとフミヤって言ってくれた瞬間にってうなずくからやめてやめてって思いながらいやそれ面白いね。あ、なんだやられた、やられました。ちょっと知れましたね、これでまた。確かに確かに、呼び方も変わる。じゃあ負けということで。まあ負けです、ね、まあ失敗ですもんね、密室やらなかったから。だって僕やる前にこれ余裕っすね僕10分前に打ち合わせしてるんですかあ、そうなんだ。お預けで、じゃあ次に勝負は。楽しかったです。楽しかったね、はい、またありがとうございました。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 そういうことだったんだ。笑ってたもんな、全く気づかなかった、まあ、とにかく皆さんが変なとこで笑ってるのがすごい気になってはいたんだけど見てなかったけど。めちゃくちゃ頑張って出そうとしましたもんね確かにめちゃくちゃめちゃくちゃタンパク質いってたもんな。いやマジでバナナにタンパク質入ってますかって。最後淳くんの教えでこうやってやってんすもん、こうやって。あ、やってたんだ。カウントダウンしてるからバナナタンパク質入ってますかって。タンパク質入ってないよしかもなかったそれすらも言わなかったし、あ、わかんない、ね、めっちゃ逃げてたありがとうございました。ありがとうございました。